ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、若者のテレビ離れが進んでるみたいね。一体何がいけないのかしら。そもそも内容が信用できないんだよ。やらせとか平気でやるから、見る価値ないって言われてるぜ。それはやっちゃダメでしょ。そういう証拠とかあるの？あるぞ。いくつかの証拠画像があるからテレビは言い逃れなんてできないけど、それでも懲りずに最近でもやらせに力を入れてるな。それじゃあ今回はテレビのやらせの瞬間を捉えた画像について解説していくぜ。最初に紹介するのは、即戦力お姉さん。彼女はテレビ朝日の J チャンネルにて登場したんだけど、たった1時間くらいで就職に成功した上に出勤までしてた人だ。いや、そんな早く出勤までしてるとか、どういうこと？まあ、彼女に関してはほぼ間違いなくやらせだろうな。当初、彼女は4時55分に就活中の女性、としてテレビに映ったんだ。それから1時間8分経過した6時3分には通勤中の女性、として出演したぜ。この1時間の間に内定が決まって出社したのかな？バイトじゃあるまいし、そこまでスムーズにいかないだろ。ネットでも彼女がやらせだっていう声に溢れてたな。制作側の使い回しですね。先日新橋でインタビューされましたが、インタビューされたニュースの項目と違うニュースで使われました。同じテレビ朝日です。都合よく切り取るのがテレビ、就職活動 RTA 最速保持者かな。即戦力すぎる。いやいやいや、背景の人まで同じとか無理があるでしょ。ビズリーチやろ。優秀な人材の確保に定評のあるビズリーチでも、ここまで迅速な対応はできないでしょ。なるほど、これはやらせっぽいわね。次に紹介するのは、やらせ常連女子大生。これは5月4日放送のモーニングショーでやらせ疑惑が出て、ネット上で話題になった女子大生だ。常連ってことは、よく見かけるの。そうらしいな。この日、番組ではゴールデンウィーク後半がスタートして、東京、新大久保が賑わってることを紹介したんだよ。地方からお客が相次いでやってきてるってことで、1年ぶりに埼玉から来たって自称する大学生2人組に密着した。ただ、ネット上では、いつもの人、みたいな感じに扱われて、やらせ疑惑が浮上したぜ。この大学生、ちょくちょく見るな。多分、仕込みのタレントさんだと思う。あ、この人か。この間は新宿の公園でインタビュー受けてたぞ。どんだけ仕事してるんだよ。これって完全な仕込み報道だよね。いきなりの街頭インタビューでこんなにスラスラ言葉が出る人はなかなかいないよね。役者の舞台は想像以上に広いな。新大久保のコリアンタウンには何度も行っているけど、実際はこんなに人多くないぞ。テレビ局っていつまでこんなバレバレの印象操作をするつもりだろう。完全に BPO 案件だろ。反応から察するに、モーニングショーに出演する前にもいろんな番組に出てたみたいね。どうやら、テレビ局ではこんな感じで劇団員がやらせ回答要員としてあらかじめ登録されてて、いろんなシーンで台本通りコメントするのが常態化してるらしいな。今回登場した二人についてははっきりしたことは言えないけど、ここまで頻繁に登場するのはいくらなんでも不自然すぎるぜ。やらせってことは本人たちもはっきり言えないでしょうし、この謎が明かされる日はまだまだ遠そうだわ。次に紹介するのは、TBS の小太り男。これは TBS 系のバラエティ番組、サンデージャポンで放送された街頭インタビューで、やたら頻繁に出てくる小太りの男性だ。この人も何度も登場したのね。登場回数が多いせいかインタビューの映像がネットで取り上げられて、やらせを疑う声が上がったんだ。問題になったのは2007年4月1日に放送されたサンデージャポンで、内容は未成年なのにタバコを吸って所属事務所から解雇されたカゴアイについてだった。この時に TBS は街頭インタビューを紹介したんだけど、それが常連の小太り男だったんだよ。なんか記憶に残りそうな見た目してるわ。それでバレたんだろうな。街頭インタビューで彼はなんでやっちゃったのかなって、本当に。一回目で本当に、構成して欲しかった。とか言ってたぜ。で、この人とそっくりな人が2007年2月11日の街頭インタビューにも登場してて、この時は柳沢大臣が辞任するべきかどうかについてのインタビューだった。さっきの放送の2ヶ月前にも出てたんだ。そりゃバレるわ。いくらなんでも出過ぎだな。彼はインタビューで、そうですよね、やっぱりね。やっぱり辞めてもらった方がいいと思いますね。僕は辞めてほしいですね。辞めるべきじゃないかな。んははは、とか言ってたぞ。これには出演者からして、前インタビューした人と違う、同じだよね。とか怪しまれる始末で、どうやらさらに前の番組でも出演したことがあるようだな。出演者からも同じ人だって突っ込まれたんだ。こうしたシーンがあったからか、YouTube でも問題の場面が投稿されて、ネット上で話題になった。街頭インタビューといったところで、所詮は、劇団員をエキストラとして、事前に仕込んでいるやらせに過ぎないのでは、という疑いが濃厚になってきました。こういうやり方で世間をミスリードしているという典型例ですね。芸能界に関するインタビューならまだしも政治家批判でこの捏造インタビューをやっちゃいました。さすがに政治について捏造するのはダメでしょ。
これは放送法にもがっつり触れてると思うぞ。放送法には政治的に公平であること、であるから、こうしたやらせをするのは不公平だ。それを知ってか、TBS 広報はやらせ疑惑について質問されても明確に否定しなかったな。何か裏があるってことよね。後ろ暗いことがなかったら堂々と否定すればいいだけだし、これは闇が深そうだわ。次に紹介するのは、デモ被災者弁護士。これは報道ステーションでインタビューを受けた一般庶民がデモ被災者側の弁護士、ノロ系だったってバレたものだ。へえ、どんなデモなの？これは秘密保護法に関するデモで、デモをしてた団体は、ストップ、秘密保護法ネットワーク宮城、だな。ここの事務局長が弁護士のノロ系なんだよ。秘密保護法って、少し前によく話題になってたわよね。政府にとって都合のいいものだったからな。秘密保護法は漏洩すると国の安全保障に支障を与えるとされる情報を特定秘密に指定して、それを取り扱う人を調査、管理するものなんだ。それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人を処罰することで特定秘密を守るんだけど、当時は知る権利との関係を気にする人がいたぜ。なるほど。それで、秘密保護法へのデモとしてノロさんが参加したってわけ。参加するのはいいんだけど、彼のことを変に隠したりするから、これが問題になった。最初はただのデモ参加者として登場したんだけど、一方で秘密保護法ネットワーク宮城の事務局長としても登場したから、これが話題になったんだ。完全に一致。デモ参加者じゃなくてデモ被災者側じゃねえか。デモ参加者というよりはデモ被災者側の人間だもんな。日本語としては被災者も参加者に含んでもおかしくはないんだけどさ。現にアウトかどうかが問題じゃなくて、こういうやり方をして発覚したら一般にどう思われるかってのが問題。街頭インタビューなんて、こんなんばっかだろうね。やらせのオンパレード。でも参加者でも間違ってはいないんだけど、何か腑に落ちない紹介の仕方よね。この報道を見た人がどう感じるかとか考えないのかしら。次に紹介するのは、追っかけおばさん。彼女は秋元志保っていう今年で47歳になる一般人なんだけど、テレビによく映ってるからやらせとか言われてるぜ。この人もやらせなの？やらせじゃないっていうはっきりした証拠もないから、微妙なとこだな。秋元は有名人とか芸能人、著名人の追っかけで有名なんだけど、コンサートとかライブ、試合へ頻繁に足を運んでるんだ。それ以外にも大きな事件とか芸能人の裁判が行われると裁判所に出向いてて、そこでインタビューを受けてることも一度や二度じゃない。そんな人がいるんだ。そのせいで、視聴者たちは彼女のことをエキストラだとかやらせだとか言って話題になったんだよ。まあ、当の本人は有名になれたことを喜んでるから、嫌がってはいないらしいな。自分の好きな有名人と同じで知名度が上がったから、嬉しいのかな？秋元が追っかけを始めたのは3歳の時に地元の呉服屋で女優の泉雅子と一緒に写真を撮ったことがきっかけで、それから40年以上も芸能人の追っかけをしてるんだ。高校生の時点で追っかけに人生をかけてて、時間に融通が効かないことを理由に高校を退学して、通信制の高校に変えたくらいだぜ。そこまでやる？すごい熱の入れようだよな。彼女は有名人とのツーショット写真も多く撮ってて、マイケル・ジャクソンとかトム・クルーズ、ジョニー・デップ、レディー・ガガみたいな海外の有名人から、石田純一、加山雄三、加納姉妹とも撮影してるぞ。俳優とかスポーツ選手、著名人、合わせて400人以上と写真撮影をしたそうだ。400人も。高校時代から追っかけてるだけあるわ。彼女はそこからいろんな番組のインタビューに移ってるな。例えば、俳優の推しを学ぶがニュースになった時は、学ぶの10年来のファンで、とか言って彼のファンとして登場したぞ。歌手のアスカの時は、構成していい曲を届けてねと。ってコメントしてアスカのファンになってたんだ。なるほど、そりゃやらせ疑惑もかかるわね。まあ、彼女はやらせを否定してるけどな。ただ、それだとどうやってここまでテレビに映ってるのかっていう疑問が出る。偶然にしてはできすぎだわ。何か秘密があるの？現地調査をしたり、時間の自由が利く仕事をしたりしてるようだな。テレビが来る前日から数日前に現地を調べて状況を把握して、当日はベストポジションを取るために撮影に力を入れてるぜ。写真もなるべく綺麗に撮れるよう、日頃から練習してるぞ。そこまでするんだ。仕事の方は派遣のアルバイトをしてるらしいな。普通の仕事だと時間に融通が効かないから、追っかけに支障が出るんだ。有名人とのツーショットを狙うにはかなり早く並んでないとゲットできないそうで、イベントがある時は寝袋を持ち込んで何日も前から並んでるぜ。ってことは、普通の仕事なんてできそうにないわね。その間は仕事ができないから、休みに融通が効くフリーターをしてるぞ。追っかけがない時期には派遣の仕事で稼いで、追っかけのために自宅も家賃29,000円のマンションに住んで出費を抑えてるんだ。なるほど。追っかけに全力な女性、それが秋元さんなのね。ただ、
これはあくまで彼女がそう言ってるだけだからな。本当はテレビ局のやらせ要因っていう可能性も捨てきれないから、彼女の発言を1から10まで全部鵜呑みにするのは早計かもしれないぜ。テレビの力って大きいし、ただ言わされてるだけの可能性もあるかも。次に紹介するのは、ビッグウェーブおじさん。彼は iPhone 3G が日本で販売された時に行列へ並んでて、乗るしかないこのビッグウェーブに。って発言が有名になった男性だ。名前はブッチって言って、この発言をした時、テレビ局は彼を先頭に並ばせたからやらせだと言われてるな。この人ってやらせだったんだ。ブッチならそういう仕事も引き受けてくれるんだ。彼の職業はフリーランス、つまり個人事業主でツイッターアカウントを開設してるんだけど、そのページを見ると仕事の依頼ページがあるぜ。まあ、ブッチ自身は自分の職業はスーパースターだって名乗ってて、特技は火吹きとキャンプ、あと子供をあやすことだって言ってるな。自然での体験学習に付き添うインストラクターさんかな。アウトドア趣味で子供の扱いが得意とか、マジでそれっぽいぜ。YouTube チャンネルも開設してて、そこではキャンプ動画をアップしてるから、気になる人は見てみてくれ。ビッグウェーブおじさんからキャンプおじさんになったのね。とはいえ、テレビにもしっかり出演してるから、案外侮れないぞ。例えばカオリーゼっていうスタイリング剤の CM に登場して、AKB の元メンバー、指原莉乃と共演したこともあるんだよ。他にも人気アプリ、パズル&ドラゴンズにも出演したり、ウルフルズの MV にもその姿が見られてるぜ。ブッチさん、意外とすごい人なの。他にもドラマ、四角探偵日暮らし旅人にも登場してたな。さらには映画、日々ロックにも出演して、この作品ではライブハウスの店員として登場したぞ。彼は、モンスター55っていうライブハウスの店員を演じてて、俳優、竹中直人に罵られる音楽グループたちを見守る役だったぜ。あ、そこは罵る方じゃないんだ。あくまでも見守る役だぞ。そんなブッチだけど、iPhone には並々ならぬ情熱があるのか、やらせじゃなくても普通に並んでたんだ。iPhone X を買う時に3日も並んでたそうだから、元からこういう新しいものが好きなんだろうな。へぇ。で、ブッチさんは iPhone X を買えたってわけね。いや、それが買えなかったんだよ。どうやら在庫がなくなったそうで買えずじまいだったらしく、ネットではビッグウェーブに乗れなかった。って笑われてたな。ちょ、ブッチさん。3日も並んで買えなかったの。しかも、彼が iPhone を買えなかったのはこれだけじゃない。iPhone 11 Pro を買うために知人と並んでたんだけど、この時ももちろん、3日間並んで待った。まさか、これでも買えないの。まあ、残念ながら。発売日前日の夜に警察から並ばないよう注意されちゃったんだよ。というのも、そもそも法律上、日付が変わってからじゃないと並ぶことができなくなっていたそうだから、違法だって理由で注意されたぜ。なるほど、これで買えなかったんだ。いや、買えなかった原因は警察じゃないぞ。並び直したブッチは自分が買える順番が回ってくるまで待ったんだけど、金欠を理由に iPhone 11 Pro は買えなかったんだ。発売当初は18万円くらいしたそうだから、彼の手じゃ届かなかったんだな。だっか、でも、それならなんで並んだの？彼にも買いたいものがあったからだ。ブッチは目の前に置かれてる iPhone を買わずに、ディスプレイ保護フィルムだけを買ってこの場を去ったぜ。か、悲しい。ブッチさんが不自由しないよう、依頼が増えるといいわね。次に紹介するのは、汗拭き美女。これは暑さのあまり流れ落ちる汗を拭く女性なんだけど、彼女はやらせとして有名だな。おお、汗も滴るいい美女ね。そんな彼女だけど、2014年に暑さを紹介するシーンで NHK に映ったんだ。映像ではハンカチで汗を拭ってたけど、実はこの女性、2013年にも同じように登場してたんだよ。つまり、テレビ局が用意したやらせの一人で、場合によっては髪を染めて映ったこともあるぞ。そこまでしてやらせを映したいんだ。ちなみに、外見こそ変える時があってもハンカチは一緒らしいな。テレビも予算が少ないのか、切り詰めるところはとことん切り詰めてるぜ。いや、そもそもやらせを使うこと自体が少ない予算の無駄遣いだと思うんだけど。まあ、こんな感じでテレビってやらせが多いんだよ。最近だと若者のテレビ離れ、とか言って若者の関心の低さを問題視してるけど、これだけやらせをしまくってたら信用が落ちるし、テレビを見ない人が増えて当然だな。自分たちに非があると思ってないんでしょうね。気に入らないことは若者が悪い、みたいな決めつけをしてたら、これからもテレビ離れが進むわよ。即戦力お姉さんとか、たった1時間で2度も出てるくらいだし、隠す気ないだろ。いくらなんでも視聴者を舐めすぎだぜ。気づかないと思ってるのかしら。やらせ常連女子大生もだけど、何度も何度も繰り返し出てきたら、さすがに怪しいわよ。TBS の小太り男もな。でも主催者弁護士なんかは法律に触れるし、絶対にやっちゃいけないやつだぜ。追っかけおばさんは今後の活躍に期待ね。もしかしたら、気づかないうちにテレビに映り込んでるかも。ビッグウェーブおじさんことブッチもだな。ドラマとか CM にしれっと登場してるかもしれないぞ。汗拭き美女もね。
暑くなってきたらまた登場してるかも。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。